取られるのは立てる、剣を抜きに行く、で相手の懐に入って、時宗の先生、皆さんが、全国巡回の、指導の時に、徳島の方まで足を伸ばしていただいて、でその時に千葉先生曰くの話ですけど、この四国も四国本部やけど、大東流合気柔術ではなくて、初めは大東流合気武道、四国っていう形で、金銀銅鉢をこしあえて、ほんで段数によってそのネクタイピンみたいなこのマークをね、っていう風な感じで、で合気、大東流合気武道、武田時宗先生を上に置いて、そういう名前を、初めは、されていたそうです。で、たくま会っていうのが発足されて、一緒に、共に向上するように、技の向上に努めて、四国は中津平三郎先生から、千葉先生に、引き継がれていたので、四国は千葉先生が巨匠を出すっていう、そういうシステムで今までに至っております。はい。武田時宗先生がやっぱり巡回で、この四国にも渡って、ご指導いただいたり、で時宗先生が、亡くなられたので、大東流合気柔術、四国という名前に、変えられたと思います。はい。っていうふうに、この位置がもう決まったところが、これの練習ができるから、もうしまいにこれから今度腰となります、はい、っていうことだから、初めこれが基本よね。だそれが鷲津さんにただ単にこれですよ。で、掛け手ができてたらこうなるねんけど、だそれと今度こう、こうこう、こうな、これもかかってない。ほんなら、ほぼもう両方握ってない。そうですね。昔は、今は、コンクリートの電柱になってるんですけど、千葉先生、大西先生の、時代の時は、有線の電話の電柱っていうのが木製でありまして、それが丸太でこれぐらいの、市内とかやったらこう掴めるんですけど、電柱のこの蓋で掴めない太さを掴むと、それを一見1メーター80ぐらいに切ったやつのを振りかざして、ここで絞る、持ち上げる、絞るっていう稽古と、竹を、切ってきたやつので根元が先で、先が手元、それで四箇条に握って、で竹の根元を持ち上げる、持ち上げる稽古、それをずっとなさっていました。でそれの時の、先生方の、体型はもうほぼこの足の太ももが手の、太さ、はい。でそれをもともとなんでそういうふうに、っていうのはもう上の先生からね、ずっと伝わってきて、稽古の仕方で筋肉は鍛えない、手首を鍛えるっていうことを、中心にしてくださいということで、あとは昔からの方法の稽古の仕方を取り入れて、今も、皆さんにつなげるために、そのまんま教えを守っています。はい。
話の聞くところによりましたら、やっぱり、中津平三郎先生、昔の、まあ、武道家が、多分もう想像の話になるんですけど、上芝森平先生、武田宗閣先生、朝日新聞社、お勤めの時に、教えていただいた中で、やっぱりそういうふうな基礎的な訓練っていうのを習ってそういうふうな、稽古の仕方になったと思います。はい、相手に片手を取らしますの時に必ず親指が上に立てます。で、見えないですけど自分の剣を丹田の前の中心を持ってきます。で、その剣を抜きにかかりますと同時に相手の懐に入ります。で、剣を抜き持って肩をつきます。で、その所作によって相手を崩す稽古をします。で、それが、どういうことになるかというと、これは使わないけど剣を抜きに行きます。で、これが縦にこうずっと並びますので、これを縦取りと言います。これを静止に行きます。で、入ります。もう一番初めに、そのまあ、千葉先生、大西先生から、教えをいただいている稽古方法、ここの四国本部の、特徴的には、畳一枚、畳一枚のところで相手を取り離さない。だからもう半歩半歩で動ける状態のところで、技をかける。投げ飛ばしっていうのがなくて、すべて足元に落とすための稽古。そのために、手首、肘、関節っていうのを制する。で、それとプラスこの親指、手がこうありましたら親指は1本、こっちは4本ということは、親指1本がこの4本と同じ力の強さということなので、この親指を制する、関節を制する、肘は使わさないというのに重点を置いて、自分の鍛錬中心線に相手を運んできて制するっていう形が、特色的にここの四国本部道場の方では、大切にしています。はい、手をこう握るっていうのはありません。こっちの場合はこれを挟むで、この2本を締めます。で、人差し指をこの状態で自分の丹田のところ持ってきます。で、肩をつきます。丹田持ってきます。で、つきます。で、丹田持って、で、これで効かします。4箇所4、4、4で、効かしたまんまところに入る。まあ、今から32年前に、さっきほどの話で、ここに、教えを
こうという形で、初めはもう誰でもロボットみたいな感じになって「おい佐藤よ」って「お前ほんならロボットみたいやな」とかっていうのがもう何年も続いて、で一つ一つの技が、あ、これは10年これは20年かかるというような話で、10年20年もかかったらこれはね習いきれるんかなと思いつつ、やっぱしずっとついて学んでいきました。でそれでずっと行きましたら、まあ、ある日突然ということはないんですけど、人間性、四段以上になったら、人間性がごっつい問われるっていうのが、千葉先生大西先生の、方針で、で人間性ができてきたらっていうことはやっぱり心の、鍛錬で人の接し方話し方っていうことがだん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 重要視されて、でそういうお話を聞き持って、私も、いろいろ、勉強をいろいろしてて、でその過程で、ある学校に通ってたんですけど、全然武道と関係ないことで通ってたんですけど、そこのところの卒業するときに、卒業して、ふと合気ってこういうふうにするんと違うんかなっていうのが頭にちょっと理解することができたことがありまして、でそれで、千葉先生のところに聞きに行ったんですけど、で千葉先生に「先生合気のかけ方ってこういうふうにするんですか?」ってお伺いしたら、「佐藤それが分かったか?」って、「なそうじゃ」って、「それが分かったら次はグーじゃ」とかって言うて、いろいろまあその後の過程の、教えはしてくれたんですけど、それを説明するわけにはいかないので、やっぱりそれは千葉先生大西先生からも教えていただいてできたということじゃなくて、自分の、努力と、訪れるかもわからないその機会と人間性が加味して、愛機ということが分かるようになる可能性がここの道場でいましたらチャンスがいっぱいあると思います。ほんなら千鳥後ろ取りの練習な、はい、なこう千鳥と同時にもう向いてこの当て身を置くわ、はい、ほんでこの足は抱え込むわけ、はい、ほんで曲がるっていうのが稽古の仕方で、ちょっと折り、よく見て。こうしたら、こう、抱え込むよ。で、後ろに。こういう。っていうのが、後ろ取りの稽古の仕方。そのために後ろにはこの足を、はい、ほんだから千葉先生がみんな言うとったが、はい、なんかごっつい大統領は弱いようにな状態になってるけど、はい、みんなその昔の仕方をその足も使ってない、ほんだからちょっと持つわな、大概がこんなことになってるわかる、こんなことじゃなくて、こうやってやったら、うつこれでも入ってるよ、お前、うつぐらいの気持ちで、この安定者打てるっていうぐらいに打てるんよ、で、前後ろに折ったって、こうやってきたらだから、こう、抱え込んでするとっていうのやから、ほんなら一本目でやったら、こうやってきてこれがもう、千鳥になったら一本目になる、千鳥になったら、背伸びて
それぐらいのスピードで今ので、これが2回だったんだな。いや、これ青です。